はい、皆さんこんにちは。NUB 校のですね、英語の三浦中久比、このコンビが皆さんの質問に答えるコーナーであります。今日はどんな質問が来てるんですか？さあ、こんな質問でございます。はい、なかなかこれはね、非常にこうなんか意識高いというかね、あの目標が高い、志望が高い。高校在学中にできれば TOEIC で800点以上取りたいです。効果的な勉強法はありますか？800点ってなかなかですよね。そうなんですよね。僕の教え子なんかでもセンターで満点近く取るのが、普通に TOEIC 受けて600点台そんなもんですよね。なっちゃうんで、TOEIC 800点は結構高校生にはハードル高いです。で、センターと TOEIC ってなんか似てるところもありながら、やっぱり圧倒的にやっぱり量がね、時間と量のやっぱそこのバランスが、センターも時間に対する量は多い入試ですけど、さらに多いですもんね。そうなんですよね。また長いんで集中力が続きにくい、ね、そうなんですよ。あれそうね、飽きてしまう。45分間ぶっ通しリスニングですよ。そう、あれ寝ますよね、本当にね、で、読解もやっぱりあれ、なんだろう、まあ時間余裕持って解き切るって意外としんどかったりとかする時もありますよね。そうで、僕が解いてもギリギリなんですよ。そうだ、さすがに我々プロレベルはさすがにあれ解き残すことはないですけどね、だたまにこう難しい時はだったら、うわギリギリだみたいな、ありますよね。そうそうそう、そうなんですよね。なので、これまずで、僕個人的な感覚なんですけど、TOEIC ってなんだろう、もちろん TOEIC 用の勉強も大事ですけど、数受ける中でなんか上がっていくっていう、そういう部分って大きいっすよね、残念ながら。思うのは、最低3回受けないと実力が反映されないです。やっぱ1回2回はなんか、こんなもんなんだっていうのを体験するのがあっちゃうので、3回受けてほしい。そうですね。それから、まずあれですよね、公式問題集、ね、TOEIC から主催団体が発行している、公式問題集というのがあるので、あれで形式とか、ね、レベルになれることがすごく大事です。そうですね。で、なんだろう、まあ高校生ですからね、だからセンターの文法の勉強なんかはやっぱり TOEIC には非常によく絡まってきますよね。そんなにセンターレベルを大きく超える問題もそんなにないですよね。そうですね。ちょっとあれか、文法沿いを絡む部分でちょっと面倒くさいのがあるのかな。そうです。実はね、TOEIC っていろんな英語系の資格の試験の中で一番文法を重視してるんですね。そうですね。で、文の構造を取る力とか、品詞とか、そうそうそう、文系とか、そう、品詞絡みの問題はそうだ、センターよりも突っ込んでますね。だ、いい問題ですよね、あれはね。なので文法が弱い人は絶対点数上がらないので、本当ね、普通の英検とかに比べても文法重視されてると思うと多いですね。だ、その文法をちょっと、だから、ね、やっぱり最近の受験生はね、やっぱりみんなやっぱり文法を、ね、意外とこう苦手な人多いですからね。やっぱりここはね、三浦先生の授業をしっかり受けて、ね、理解と知識を深めてですね。あと、なんか TOEIC っていうとビジネス英語だから、じゃあそういう特別な語彙が必要かっていう話になるんだけど、確かにあった方がいいです。なので、TOEIC 用の単語集たくさん出てるので、何か一冊ぐらいやって、あとはそのさっき言った公式問題集を解きながら、初めて知った僕なんかはちゃんとね、覚えていくっていうことをやってくれば、そんなに大変じゃないかなと思うんですよね。TOEIC 読解の問題が一個一個がそれに長くないじゃないですか。で、数もあるから、なんだろう、1日1台って決めて解くには、いい題材かもしれないですよね。そうですね。ほんともう5分、10分でサクッと読んで、答え合わせして確認してっていう、そういう習慣、つけていけば、割にこう、慣れることはね、そんなに難しくないかもしれないですね。そうですね。だ、それがもう塊になってね、全員集合して、時に分量どうさばくか、やっぱりもうね、受けていく中でっていう部分がでかいんですよね。ただ僕個人的には高校生の人たちに TOEIC は進めたいと思います。なぜかっていうと、あんだけの量を時間解くって本当に難しくて、すっごい集中力が必要なんですよね。で、リスニングもやっぱり45分ぶっ通してどんどん問題来るんで、結構心折れるんですよね。折れますね。1個間違い、分かんなかったとかすると次に響いたりして、センターと違って1回しか読まれませんから繰り返されないので、結構辛いんです。そう。だけど、あれを何回か受けて練習してたら、多分センターがすごいなんかもうスローモーションに聞こえてくるんですよね。なので、今の普通の入試をですね、楽に受け入れるっていうか、ね、見下ろせるレベルになるっていう意味では、すごくいいと思うんですよ。そうですね。そう、こう
点数の実感がなかなかこう持てないのが辛いところですけどね、うん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 、ただ間違いなく言えるのは800点は相当高いということは、そうですね、だから厳しいと言ってるんではなくて、うんうん、これクリアしたら相当すごいですよね。そうですね、僕恥ずかしながら僕大学4年生の時に僕600何点でしたよ、ね、低だからね、そうもし取れればもうね中っきはもう軽く超えてるっていうね、うんうんうん、そんなことになるわけですからね。そうですね、いや本当にね、うんまあ、また受験とは違った方向性からいろいろ経験できてね、そうですよね、すごくいいと思います。うんですよね、うん、だからまあ800点取るのに絶対必要なのはやっぱりね回数受けることですから、うん、それだけは絶対受験料を蹴散らずにですね、絶対受けてくださると、ね、あとはもうトイックはね受ける人多いから、うん、本屋さんに行くと対策の本がいっぱいあります、うん、なので対策に関してはもうねしやすいです、うん、なのでできると思いますよ、うん、800点、うん、はい、そしていずれねこうね NB 校で三浦先生のねトーイック講座もちょっと期待しながらねじゃあね、終わりにしましょうか、はい、頑張ってください、お願いします、はい、頑張ってください。